は、金星日本の金座の当主、すなわち、御金改め役に与えられた名称である。初代の後藤昭三郎密次に始まり、以後世襲制の過食となった。武蔵牧書小判慶長1分半、密次の国印と、花王文禄2年、橋本昭三郎は、徳川家康と接見し、文禄4年には長金氏の後藤徳城の名城として、江戸に下校した。出身は、 美濃国家のお城主、長井東西門理氏の末裔へともされるが、疑問視されている。座三郎の本性は、山崎との説もある。座三郎が、京都の後藤家の職人として従事しているうちに、徳城に再格を認められ、代理人に抜擢されたとされる。座三郎は、徳城と家康に、五島座三郎密次の名、五十三切門の使用を許された。京都の五島家は、 室町幕府以来の御用金賞であり、茶屋四郎二郎家、門倉良池と共に、京都の三長者と呼ばれた。当時、藩金といえば、大番のことであったが、家康は、貨幣としての流通を前提とした一両小判の鋳造の構想があった。武蔵一両密寺と牧書され、霧門国院の打たれた武蔵牧書小判が現存し、これが、 小三郎が江戸に下校した当時、鋳造された、赤八州通用の両国貨幣であるとされている。後藤小三郎三次は文六四年に、江戸本町一丁目を廃領し、後藤屋敷を建て、屋敷内に小判の玄国院を打つ後藤役所を設けた。この地は現在、日本橋本国町の日本銀行本店所在地に、当たる。また、慶長六年には、京都、 慶長十二年には駿府、また元那七年には佐渡に後藤役所出張所を設けて、極意打ちを開始した。さらに、天領の金山、銀山を支配し、家康の大政、貿易などの顧問として、権力を誇った。しかし二代、小三郎広代以降は、金座支配のみに留まった。また、小三郎三次は、文禄五年三月二日付の後藤特上、 後藤四郎表へ後藤城上に提出した証文において、後藤の姓を名乗るのは、三次自身一代限りと宣誓していたが、結果的に保護にされ、徳川家の権威を背景に、京都の後藤宗家も黙認したとされる。天領の金山から算出する抗議の付金を預かり、小判に鋳造する場合の手数料である分一金は、慶長期初期は付き高十両につき金目五分であったが、後に、 五島手代の取り分は吹き河川領につき重量と定められた。なお、金座の名称は、直武器となった、原禄海中以降に称されるようになったという説も、あるが、遠方2年4月の幕府の触れ書きにも、金座の名称が登場している。しかし京都では明暦、漢文の頃五番座と称していた。五番、一分番、二分番、二手番。 一種派及指保虜派のような金貨にはいずれも密次の極印が打たれている。過色は、後藤正三郎家による世襲制であったが、大半は養子縁組によるもので、着手と推定されているのは7代、八代、十代、及び十一代のみである。二代、正三郎広代は、徳川家康の楽院とも当家の後藤正三郎、由緒書は伝えている。 十二代三エモン高行きは、密寺の養子、後藤昭吉の末えで文家筋であった、銀座年寄役からの養子であった。十一代昭三郎候方は不正発覚により、文化七年伊豆にずに、円通る罪となり断絶し、十三代三エモン候補、通るも不正により、校歌二年に処刑されている。慶応四年四月十七日、銀座及び銀座は、明治新政府に接収され、 大上官に設けられた、貨幣市のもと、14代、吉五郎光弘は2分半などの貨幣の製造を取り仕切ったが、明治2年2月5日には、貨幣市も廃止されて、近銀座関係者は解任され、明治5年4月、吉五郎光弘は、大倉省より、本町の後藤屋敷からの退去を命じられた。元祖、三次。二代目、小三郎弘よ。 三代目、正座不老吉江。四代目、正座不老公生。五代目、正之助公正。六代目、正座不老光富。七代目、正座不老公品。八代目、正座不老光。九代目、正座不老公通十代目、正座不老公生。十一代目、正座不老広報。十二代目、 三江門高行。十三代目三江門高通る。十四代目吉五郎光弘。金華中蔵寺に金目を一部横領し、品位をごまかしたとして、九代昭三郎高通るは、完成二年に越居。十一代昭三郎広報は、文化七年八月に三宅島に、遠通る罪となった。十三代三江門高通るは、天保の吹き替えに最終案を発揮したが、 やはり不正、謝死、加えて政治批判の罪を問われ、校歌2年10月に死罪となった。安政2年10月2日に起こった安政江戸地震後は、金山に持ち込まれた焼け流金銀の買収業務に不正があったとして、手代の長岡平原が処分されている。ありがとうございます。